さあそれではファイナルマッチメインに参りましょう。第5試合60分1本勝負、6人タッグマッチです。アスカさんが登場です。そしてネフタリとラ・インフェルナルとタッグを組みます。相手はクーガ、そして小杉優子、曽我部美幸です。なんじゃるのキックヘボキックやの、ヘボキックというコメントがアスカさんの口から、ラリーさんも何がやりたいというコメントですか。さあクーガと小杉と曽我部3人がかりのドロップキック、ずるいよな3人がかりなんてな。ずるいことをしちゃってない、最強軍の口からずるいというコメント。しかししかしこのお返しがありましたか。まあでもこのラ・インフェルナル、この巨漢をねやっつけるには3人がかりっていうのはいい攻撃だと思うんですけどもね。アスカさんが登場です。さあ右手を大きく高々と差し上げました。何をいきますか。かっこいいブッチャーのようなポーズ、そして飛びつきの十字を狙っていきますがどうでしょうか。一応決まりましたね飛びつき十字。いやでもダメです、カウントは入りません。やらしやったんですよ。あそうですか。これはうまく取りました。ジャイアントスイング、絶好の形になってしまいました。墓穴を掘った曽我部美幸、クーガの弟子。ちょっと今日は回転数が少なめに抑えたという感じでしょうか。ブサイクというコメントはブラディさんです。あ膝に落とした。ははネフタリの膝に落としていきました。この真っ黒いコスチュームがネフタリです。ネフタリももハムみたいだね。今度はインフェルナルの膝に落としていきました。ハムですか。モレザハムみたいじゃないですか。トリプレイヤーで、はい、活躍していますネフタリ。独特なコスチューム、まあ、ちょっとあの穴がいっぱい開いててね、エキゾチックなコスチュームでもありますネフタリです。エルボです。ネフタリ、小杉の鼻を狙いましたか。ちょっと鼻を抑えました。曽我部美幸の鼻を狙いましたか。今ね、曽我部と小杉で2人でファンの人がつけたらしいんですけど、ブロンドボンバーズっていうね、アホらしい名前つけてるね。意味のない。かっこいいじゃないですか。髪の毛が茶色だったから。あでも小杉優子は黒髪に染めるという噂も聞きましたので、そのタッグは一瞬にして崩壊かもしれません。ブラックボンバーズなんですかね。どうなりますかね。でもそんな体もない。あちゃーチップ二人だもんな。でもあのジャガーは曽我部のことをやっぱり粉気じじいと言ってましたよ。うん、どうもブラディ。仲間と認めますか。嫌ですね。嫌ですか。はい。一緒にされたら困る。ありがとうございます。インフェルナルとそして曽我部ですが、アスカさんが足を出しました。ちょこんと出しただけでモンドリ打って倒れたのは曽我部美幸です。さらに何か狙ってますよ。スイッチをしておいてエルボー、後頭部円髄のあたり、アスカさんの強烈なエルボー決まりました。なんかさ曽我部とやってたらしい、すごい巨人みたいじゃないなんだ。確かにそうですね。曽我部の身長はと言いますと155センチです。はい、アスカさんはもう70ですね。ですかね。はい、ブレンバスター、大きな弧を描いてブレンバスターアスカさんです。小杉がカットプレー、思い出すのは小杉対アスカさんのあの3分クッキングですか。そうですよ、3分クッキング邪魔したのはこのチビですからね。残念でしたね。まあ1回ぐらい、まあ、今2対1でやりたいってあのチビどもがほざいてるんで、はい、打って立とうと、はい、でお前ら5分以内に私がホール取ったら最強軍員だぞと、はい、嬉しいだろ、嬉しいですこき使ってそれは小杉、曽我部ともにともにです。じゃあ一気に5人に増えるわけですか。そうです。あちゃー、まあ最強軍にとっては嬉しい、特にブラディさんにとっては嬉しい、はい、しかししかし JD 正規軍にとってはこれはとんでもない状況になってしまうかもしれません。インフェルナルがボディアタック、これはたまりません。小杉優子レインボーカラーのコスチューム、そして今度はブルーコーナーを使います。アスカさんも何か狙っているのか。ボディアタック、逆さずりの状態でボディアタック、すかさずアスカさんがキックです。背中のあたりに何発も何発も3発いきましたか。キックを払っていきました。ライオネスアスカさんです。お前らさ仲間だから蹴られなくてよかったと思ってた。あれでもブラディ・フェニックスの時代にはアスカさんとタッグで当たったことありますよね。キックはどうでした。蹴ったよね。はい、もう痛い。痛いですか。そうでしょう。でも私もお前の仲間でよかったよ。戦闘を受けなくて済むから。あとリューダーの毒斬り。アルゼンチンバックブリーカーはアスカさんです。あそのまま後ろ。いやー荒技を繰り出しましたアスカさん。今度はカナディアンバックブリーカーですね。いろんなバックブリーカーを繰り出します。
そしてゴリースペシャル なんとインフェルナルとネフタリも加勢、トリプルのゴリースペシャルです。これは小杉もう息も絶えないか。いろんな連携技これ出ますね。そうですね、やっぱりあの2人もあのキャリアがあるので、まあ、言葉は私もちょっとはスパニッシュ分かるんですけど、はい、向こうもちょっと日本語分かるので。あ、インフェルナル、はい、最近覚えてきましたよ。ちょっと覚えてましたね。お疲れ様でしたとか言ってますからね前アスカさんはね、はい、最強軍に入れたいんだけどもインフェルナルが日本語が分からないので、はいはい、ちょっと懸念すると、はい、でもそのうちね日本語覚えてきたら、はい、うん、やだって。あ、ブラディさんはやだと。なんでどうしてですか上の人だから。いや、最強軍は自分たち3人だけで。分かった、3人がいいんですか。はい、うん、そうですか。じゃあ小杉そこまで私だって負けた場合最強軍入りじゃなくて弟子、あの弟子ね、弟子作ると使いっぱ楽しみです。付け人。付け人。あ、これはすごい展開になってますよ。3人がかりで小杉を攻めていきますが、クーガとそしてスバベがカットプレー。今やっと離れました。カットされましたが、これはたまりません。ちょっと孤軍奮闘ですね、小杉。早くタッチしたいところ。はい、スイッチをしたいんですが、これはうまい。セカンドロープを使ってホイップに行きました。やっとクーガにスイッチです。できちゃったよ。できましたね。さあ怒り浸透でしょう。もう3人がかりの攻撃をやられまくった正規軍です。まあ正規軍と言いますかね、クーマさんはまあフリーなんですけどもね、はい、はい、今でも JD 入りしてくれってみんなチビどもが言ってますからね。ああ言ってますね。そういえばね、クーガも頭が良ければこっちにつけばいいんだよな。ちょっと待ってください。頭良ければってことは今はアホそうですか。はい、足を取っていったスローモーションのスクールボーイ。これはちょっと上になりきれませんでした。上を取りきれませんでした。体重ありますからね。ですね、非常に大きな体。ラ・インフェルナルのこの体重は85キロ、まあ、90キロ近くあるんでしょう。身長は171、ありますかね。足を出していきました。クーガ、これはうまかった。張りました、張られましたよ。張られましたね。そして旋回式ですね、スイング式の DDT。マットの中央でした。 JD の J の文字の上飛びついた、こらえる、しかし倒されました。カバー返したアスカ、アスカさんです。いいっすよ。あ、そうですか、はい、ごめんなさい。ブレンバスター狙い、いや、クーガー仕掛けようというところ、かわしました。脇固めに切って取ったのはアスカさんでした。コスギ、そしてスバメがカットプレー。生意気なんだよな。生意気ですか。話しませんね、アスカさんね。全く聞いていないのか、このカットプレー。リフリーは高橋陽子。最近でもあのチビ2人も、はい、タッグの試合に慣れてきたみたいで、はい、ああいうカットプレーができるようになったっていう部分では、はい、まあ、褒めてやってもいいかな。そうですか、うん、はい、コーナーでおどおどしてるよりはこっちもやりがいありますよね。ね、2人椅子を投げました。ね、2人 JD マット初登場は 6.16 の川崎でした。今ね、カメラ捉えられなかったんですけど、はいはい、ね、2人が空間に投げた瞬間に遠くの方から椅子が飛んできて、ね、2人に当たっちゃったんだよね。うわ、それ誰が投げたんですか。お客さんです。あちゃー、それはちょっと良くないですね。まあ、でもそれだけお客さんヒートアップ、うん、お客さんヒートさせてるってことはこっちの、あの流れに乗ってるってことですからね。あ、そうですか。 5.26、 兵庫は姫路市厚生会館のお客さん、かなりヒートアップしているようです。あ、どうし打ち、クーガと小杉優子。インフェルナル、この背中は猫のマークのような、まあ、地獄から来た猫と言っておきましょうか。インフェルナル、スペイン語で地獄のような、はい、灼熱地獄のようなという意味があるそうです。ですからこのように燃えるコスチュームをしているんだと思います。地獄から来ましたインフェルナル、ボディスラム、場外のこの薄いマットの上です。まあ、初めてホールを取られたのがあのバイソンですね。あ、そうですね、4.6 の大阪、はい、これ以外は取られてないと思いますね。無敵ですからね、はい、強さがありますインフェルナル。戦いはマットの上に移りました。今この場外戦で小杉が足首をこうえぐっちゃったんですよ、あの爪のところ。すかさずそれをこの2人が見ててすぐ報告しに来たんで、足狙いしてるんです、はいはい、足を踏んづけているのはアスカさん。ちょっと見慣れない、見えづらいとは思うんですけど、はいはい、肉がぽっこりですよな。え、あ、そうですか。脱臼ぐらいいっちゃいましたかね。いや、もう肉がこうえぐられてたんです。ん、骨系じゃなくて肉系で。肉が、はい、さあ小杉がトップロープで、ん、これセカンドロープ捕まってますけども、危ない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 、馬飛び、
こんなの見てると仲間でよかったなと思いますよ。小学校の頃によくこの馬跳びをね、はい、やりましたけども、あれ当たりどころが悪いとね大変でしたよね。ちょっと劣勢です。空格組、これは返しました。よく読んでいました。そしてすかさずストンピングは曽我部と空格です。最近この技を覚えましたからね。さらに行きますね。フットスタンプ連発、はい、カバーです。調子乗りやがってな。インフェルナルのカバー、これは無理でした。髪の毛がかなり長い選手です、小杉優子。ブロンドボンバーズ一発で、ラ・インフェルナルの攻撃一発で倒れました。お客さん本当に湧いてますね。そうなんですよ、ヒートアップしましたね、客もね。1800人のお客さんが集まったと聞いています。これはかわされました。さあここからですよね、かわしておいてからですよね。あ、まずはフェイスクラッシャー、曽我部美雪。そして一方のコーナーではボディアタック、それを受け止めてしまった曽我部がただ見ているだけ。空河がやってきた。ボケちょっとあれいけませんよね。ボケあのあたりね、この飛鳥軍団と戦うにはね、ちょっと気がしないね。なんと今のはコブラツイストに行こうとしたんですが手を回しきれませんでした。そしてボディースラムを食らってしまいました。飛んできたのはね2人、これは不発ですね。当たりませんでした。この隙にスイッチです。曽我部美雪が登場です。空河の元に弟子入りを今は果たしています。まあね、面白いもんで、ケブラドーラコンヒーロー面白いもんで、ブラディさんがマスクを脱いだその日に、この曽我部は空河に弟子入りを果たしたわけですよね。はい、という入れ替わりみたいな形になりましたね。生意気ですか。ちょっと気になるのがマスクをかぶりたいと曽我部が言ってるんですが、もしかしてフェリックスのマスクですかね。そんなことある。自分に憧れてるじゃないですか。はい、ブラディさんに、あ、そうです、ブラディの位置に行きたいと。そうだな、きっと。なるほどね、はい、ありがとうございます。的確な答えを聞かせてくれましたブラディさんです。さあトップロープに座らせておきましたね、2人です。フィーナが後ろからバックを取っていきました。バックドロップの体勢になりました。しかもなだれ式の形です。まだニュートラルコーナー、白いコーナーマスト最上段からなんとトペコンを放っていきました。これはいい形です。まあ、あるいはローリングの先頭と呼んでおきましょうか。う、ね、背中から落ちましたので先頭でしょう。曽我部美雪、いい形です。クーが登場です。まあ、この3人のもちろんボス、クーが。しかし後ろから羽交い締め、スリーパー狙いはアスカ。あの辺りうまいですね、アスカさんね。もうよく見てますからね。はい、飛ばされましたよ。いや、よく見てなかった。なんと浴びせ蹴り。痛かったんですよこれ、かかと入れやがってクーがのバカが。的確にヒット、コッポリュー。さらに両手を大きく一つ広げました。2、ディスティニーハンマー。エンズイニードロップはクーガさんです。そしてそのままカバーですが、もしかして仲間がレフリーを、はい、そうですね、あっちゃー、高橋陽子またやられました。そうですか。そしてそのままダブルアームスープレックス、ラリアットが飛んできました。ラ・インフェルナルのラリアットです。スイッチワークがとても速くなっています、アスカ組です。またしても今度はクーガをトップロープに座らせておいて、手を叩いているのはね2人。キック、ハイキック、ミドルキックです。結構効いたみたいですよ、動かなかった。ああ、そうですか。お腹のあたりミドルキックを放っていって、そのままフリーバードボムに行ったアスカ。これはどうだ、カット。チビが、チビが邪魔してよ。私の友人が名前を付けたフリーバードボム、はい、ありがとうございました。これでも決まらず、さあそしてハイアングルで、今のはライナーボムを狙ったんでしょうか。崩れました。エルボーで返します、クーガさんです。そしてダブルアームスープレックスか、いやパワーボムだ。最近お得意の技、ダブルアームのパワーボム。ダメだ、カットプレーでした。なかなか決まりませんね、2人がカット。まあとりあえずスイッチワークっていうかカットプレー、はい、なかなかいいものありますよね、クーガさんもね。やっぱり6人タックはね、いけません。剣山が待っていました。アスカの足が待っていた。ネフタリが飛んできた。ネフタリに曽我部を任せておこうというところ、インフェルナルも行きました。こちら側、画面の右側にアスカがいたんですが、ラリアット画面にフレームイン。そして持ち上げていきます。あ、今度はドクターボムの形になりました。ドクターボム、カット。クーガーカット。いや、昔ね、アスカさんね、
七色スープレックスっていう言葉がありましたが、はい、飛鳥さんの場合七色ボムですね。ボムが多いです ね、 ね。今のドクターボムも一応知り合いにつけてもらって、はい、BU ボム、あ、バックアップボム、バックアップボムでしたね。はいはい、そうですか。さあ旋回式のハイジャックバックブリーカー、インフェルナルスペシャル、これも最近よく出します。このままカバーの形です。インフェルナルがカバー、どうだ、釣り、ちょっと遊びすぎましたね、20分。ああ、そうですか。最後の最後はラインフェルナルがスペシャル技、旋回式のハイジャックブリー、ハイジャックバックブリーカー、曽我部美幸を取りました。さて龍奈さん、感想を一言。いやもう勝って当たり前の試合ですからね。なあ、ちょっと遊びすぎてないんだけどな、時間ですね。ブラディさん、反省点。あ、いえいえ。ブラディさん、一言どうぞ。はい、感想を一言。ああ、うん、チーム一人、チーム二人がもう今度私がもう潰します。よっしゃ、そうですか。もう遊びに、はい、頼むで。ファイナルマッチをお届けしました。Yeah!